こんにちは、山崎です。この番組は、体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日はですね、最近僕が強く感じているというか、発見があったことを、かもちゃんとで、皆さんとシェアしていこうと思います。体をね、こうどうやったら緩まるやろと、いつも頭にあるやん、で、ってことはその体の中に自分の緊張を自覚してるってことや。自分は柔らかくないなって自覚してるやろ、で、これはだから、柔らかくなった人ほど自分の緊張を自覚してんのよ。自分の緊張が強い人ほど自分の緊張を自覚してない、僕らは多分柔らかいやん、柔らかいからこそ多分人よりも硬いことを分かってんのよ。でも今までの発想では取り切られへんかった硬いものをどうやったら取ればいいんやろっていうのを発見したの。でそれが筋肉を縮めるってこと。筋肉を縮めるってことは基本筋肉を短縮してるやん、でストレッチっていうと筋肉を伸長させるやんか、で俺らはストレッチして緩んだ体作るって練習してたやん。そうですね、まさに今も取り組み中なんですけど、取り組み中やろ、それはそれで大事、あ、それはやねんけど、今度は短縮をしてる、ちょっと言ってる意味分からへんかもしれへんから、例えばここの仙骨ちょっと触ってみて、で、ちょっと押してみて、この重みあれ、この、両手の方がいいかな、で、この辺の硬さとか重さとか、なんか指で触ってなんとなく分かる、ここの辺その上の方も触ってみて、そういう感じやんか、もう一個腰の筋肉触っといて、今柔らかいやん、でこれ腰の筋肉縮めてるやん、今な、これ縮めてるやん、どうちょっとなんか緩い、縮めてんねんかな、縮めてんねん腰の筋肉をな、この硬さが跳ね返り方ちゃう、違いますね、あれ縮めてんの、縮めてるのに縮めてんの、縮めてお尻な、これ縮めてるやろ、これ肩やろ、はい、肩ですね、このお尻の筋肉な、お尻の筋肉、肩やろ、縮めてうわっ、ちょっと待って、ちょっと浮いてきたんですけど、うせよ、縮めてんの、うわっ、ちょっとうせえ、なんか完全に遊んでるように見えるけど、ちょっとこれ見た目には分からへんかもしれないけど、これは分かんないですね、これがちょっと理屈、理屈を説明すると、思いっきり走るっていうことは交感神経、でずっと走られへんやん、ほな、いずれかはーってなるやん、これ副交感神経、だからグッと固めるんやったら固めるをやりきんのよ、その先に柔らかいがあるの、ここ のお尻とかを緩めようとずっとしてたわけ、でも何をやってもそのある領域からもう一個自分の望んでる次元の緩みにいかんのよ、もうどうしようもないから逆言ってもらえた縮めたらどうなるやろと、ほんなら例えば今お尻の先ね、腰のとこ触ったよね、でお尻の上の方触ったよね、で今今度お尻の下の方を縮めてんねんね、今度太ももの裏側上の方、この上の方やったらどうやろう、もう一個下の方でだんだん下に降りてきて、この今膝裏に移動しましたみたいな風になってると緩んでんねん、まず発想として緩めようという発想も一つのアプローチ方法なんやけれども、あれここ緩まんなっていう時に意識をまず送るよね、自分でもよくやってるやろ、やってますね、なんでここ緩まへんから、もっと緩ますよみたいなっていう意識でやるやろ、だから今度もっと集中して違和感のあるところにもっと違和感持っていくね、もっと強い違和感を自分の中に持っていくね、変わった、面白いそれいろんなところでやってみて、例えば太ももの前が張っているとしたら、もうかけてやろうと、こっちにもっと強いの、も
とつよね、かけてやろうかけてやろうかけてやろうとするとな、なんかなくなっちゃうね。ほんなら柔らかいまんま立てんねん。へえ。じゃあこっちからお尻からいってみよう、はい、こうな、こう向いて、はいはい、でここあれやん、ここ、はい、これですね、その普段から、これ、はい、この辺あれやん、はい、これをもっと縮めてやろうと、ずっとここを、縮めてやろうと思ってたやろ今思ってる、ちょっと抜けたよ、マジっすか。でもなんか、うん、すげえキューッとなると、うんうん、ぼんやりですけど、うんうん、なんか、わかるやろ、わかる。それをだから中途半端な意識じゃなくて、はい、むちゃくちゃ持ってくるのよ。多分似た言葉が腹圧を高めるとか、はい、っていう言葉あるやんか、はい、お腹をなんかへっこめてみたいな、はいはい、なんかなんかちょっとちゃうねん、ちゃう、そのこれでもね、はい、お腹めっちゃくちゃ硬くすんの俺、めっちゃくちゃ硬くするやん。例えばこれ触ってみて、おー、これ硬い、硬いですね、これ硬い意識のままやん、はい、ほら、これもめちゃくちゃこの肩見てる感じやねん。なんかわかる、わかる、多分わかる、そのグッと硬くしてんねん、硬くめっちゃ、ほらまだ硬やろこれ、ね、あ硬やろ、はい、この硬い意識のまま、はい、うわー、でもこれで固めてる意識なんやっていう、そう、そう、なんかちゃう、違う、違う、てか単純に緩めるじゃないん、はい、じゃないよ、うわぁ、やばい、やばい、ちょっと楽しみすぎてるか、面白いよ、めちゃくちゃ面白いです。普通にしたらさ、ただ腹筋な、はい、こうちょっと力入れてみ、はい、こうですよね、うん、これ硬くなれ、はい、これな、はい、で硬いのをもっともっと内側から根茎に向かって、そう、硬くしてやろうと、グッと、そう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 、うわちょっとやる、そう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 、体まっすぐ、体まっすぐ、そうそう、体まっすぐで、でもこう向けに、これもっと硬くしてやろうと、内側から膝伸ばして、おお、そう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 、多分な、だからもっと細くなってる、その感じあれ、まだ残ってる、うん、ある、これでこうしてみ、あ、あの切れたか、何してんねん。ちょっともう一回もう。ここ触った瞬間に、うん、こっちの臨場感が。これあれやん、はい、この腹あれやん、はい、もうちゃんと立って、はい、硬くしてもらう、もっともっと硬かったらいいから、はい、硬かったらいいから、はい、しっかり硬くして、お、そう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 、で、キュイッと、うわー、なんかね、こっちの臨場感が、もっともっと硬く、もっと腹できんねん。これむずい、むずいっていう感じで、今全部全部力もうと思ってね、腹筋やった力入れてるっていうか力んでるじゃないけど、ぐっと縮めよう縮めようってやっても内側からこう出してるわけね、こう向けに、はい、やねんけど硬くなくなってくるやん、圧がすっごい中で圧がかかってる感じに多分なって、この外側にあるものが抜けてくると思うよ。かもちゃんは多分言ってること分かるやろうし、けど皆さんもその長い研究を今後ねずっと自分の体でしていくときに、なんちゅうの、今僕が言ったようなこの筋肉の短縮をグッとしてやろうしてやろうしてやろうってなると抜けてくる感覚をなんか掴まれたら、もっとなんか自分の目指す理想の体に近づけるんじゃないかなと。はい、革命的な、革命的な感じやろ、はい、この革命さがさ多分伝わってると思うんだよね。伝わってると思うねんけど、はい、俺の中でめっちゃ大きい発見で、ほら僕はずっと最高の姿勢とか、はい、その自分の中ですごく納得のいく体をずっと作りたい、はい、やねんけどずっとなんか止まってて、その止まってたっていうか前進はしてんねんけど、はい、今なんか大きなのが来たから、これはシェアしときたいなと思ったんで、すごく、地味なことをやってましたが、まあ自分の体がどうなってるのかっていうのを普段からこう触ったりしてね、分かっていくようにして、ほんまにこの柔らかい体を、まあ、作っていく練習をしてほしいなと
思います。この番組が面白いと思われている方はいいねやチャンネル登録をお願いします。